は経営コンサルタントの中野です今日も中野裕一の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでね、この動画を一旦止めていただきましてこの動画を大きな画面にしてですねここに記載されている第一条から大 の文言を一語一語句呼び飛ばすことなくくお読みくださいどこか一箇所でもね、承諾できないというところがありましたら、えー、この動画の続きを見ることはできませんので、ここでこの動画をやめてください。すべてのね、文言を一語一句承諾できた方のみ、この動画の続きを見ることができます。 LINE、はい、に登録してくださいねそしてこの動画の感想をお寄せくださいステッカーを販売しております LINE でおわせください令和元年11月25日月曜日暗号さんサコイン中野研究会いやー皆さんお久しぶりでございますね本当にね あの前回の動画、だいぶ上げてなかったなと思ってね、前回いつ作ったかなと思ったらですね、なんと11月1日でした。今月ね、1個しか動画上げてなかったんだよね、たった1個しか上げてなかったんですよね。で、たくさんの,ねあの視聴者の方からですね、そろそろ動画上げてくださいとかね、先生、まだ沖縄にいるんですかと。 沖縄帰ってきたら動画作ってくださいって、ね、皆さんに言われてたんですけれどもあまりにも忙しくてもちろん今月は沖縄も行きましたけれども沖縄以外のところにもたくさん行ってて,行ってです、ね、FX の講座、えー、ーー解説とかね MT4 とかス p i n m t 4の、うん、導入、インストールと紹介してた。 手伝いをですね、まあ、いろんなところでやってきました。でもちろん今週もですね、まあ、非常に忙しくてですね、今日は松戸にいるんですけどね、またあのいろいろ行きます。そして、まああの念願だったですね、えっ、ー、と山形県の酒田市ですね、山形県のよ、酒田市に、えー、今週行きます。 はい。<laughs> 楽しみですね。楽しみです。本当に。新潟経由でね、行く予定にしております。はい。で、今日はね、何やるかと言いますと、えー、本日のお題なんですけどね、まあえ、2つあってですね、仮想通貨と FX の見通しですね。これは、あの、えっ、ー、と、もう1本ね、別の動画でやります。次の動画でね、やりますんで、今日はたくさん動画作ろうと思います。で、さ、 今回やるのはですね、この N 国党って言って NHK から国民を守るとの立花隆さんは出資法違反なのかどうかっていうのね、あの、騒がれ,れてるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ついにお金がなくなってしまってね、<laughs> えっと、先週の金曜日ですね、YouTube で皆さんに呼びかけて、ふと不特定多数の人に呼びかけてですね、 えー、一口100万円で、五口500万円まで、えー、お金貸してくれませんかということでね、呼びかけて、まあ、わずか30分で1億円、えー、3時間で4億円くらい集まったというようなことをお話しされてまして、えー、これは出資法違反じゃないのかっていうね、えー、僕もちょっと疑いました。疑いましたので調べてみました。で、これをね、ちょっと、 お話をしたいと思います。はい、それでは、えー、ウェブのほうってみましょうか。あの、まあ、NHK から国民を守るとっていうのはですね、あのずいぶん前から YouTube やってましてね、えー、私がうつ病になった2013年の頃はもうやってましたね。 立高隆さんの話によると、尖閣諸島で海上自衛隊、違う違う違う、えーと、海上保安庁と中国の漁船がね、ぶつかったときに、えー、YouTube でね海あの、海上保安庁の職員がね、YouTube で動画を発表して、そこで、えー、誰でもね、YouTube でね、世間を騒がせることできるんだと。自分のね、 やりたいことを発表することできるんだと。それでびっくりして自分も YouTube をやり始めたと。えー、近くの電気屋さんにね、パソコンを買いに行って、全部 YouTube のアップロードの設定もやってもらったと。カメラも買ってね。ビデオカメラも買ってね。でそこからスタートしたと言ってましたね。はい。で、私が、まあ、あのうつ病になって、<laughs> 3回目のうつ病が2013年かな。 でそ,その時にね、あのーまあ、家から出れなくてね、やっぱりうつ病ですからね、布団から出れなかったりする中で、えー、毎日ね、YouTube 見てました、朝から晩までね。でその中の一人が橘さんでしたね。うん、で、まあ、私、松戸、千葉県松戸市に住んでますからね、<laughs> その前年のですね、2012年。 え、2012年の年末か、2013年の頭ですね、頭ですね、はい、あの、千葉県松戸市からね、n h k から国民を守るとの人が立候補してたんですよね。立花隆さんだけじゃない人がね、一度も顔出さなかったですけど、もうそれで、あの、立花さんとそこでね、初めてお会いして、駅でね、写真も一緒に撮って、 えー、んでね、寒い日でしたね。寒い日でした。そして僕が、えー、松戸のね、マクドナルドに行って、えー、その頃お金なかったからね、チーズバーガー買えなかったんで、普通のハンバーガーを7個買ったかな。うん、ラッキーセブンでね。7個買って、立花さんに渡して、これみんなで食べてくださいと。言った、あの、覚えてますね。覚えてます。<laughs> で、あの、ああ、YouTuber で頑張ってる人いるんだなって。 思って、それ以来ずっと見てますね。で、えー、松戸の裁判所で裁判やるんで見に来てくださいっていうのも一回は行きましたね。はい。一回も行き,行きました、まあ。その時も写真撮ったから、ね、一緒にね。それでですね、まあ、あと、もちろん松戸の選挙も投票したし、えー、っと、前回のですね、今年の参議院議員も、 NHK から国民を守ると立場の高隆さんを投票しました。同じね、YouTube 仲間ということでね、投票しました。それでですね、出資法違反かどうかについてですね、今回ね、すいません、前置きが長くなりましたが、まあ、Google でですね、出資法って入れるんですよ。そして、まあ,あの、調べなくちゃいけないのはですね、この e-government <coughs>、まあ、ですね、電子政府、 の方で、出資法違反の、えーっと、法律が出てくるんだけど、これ字ちっちゃいしね、あの、解説がないので分かんないので、まずはね、まずはこれがいいよね、やっぱりね、この東京中央ホームオフィスさんのホームページをこうちょっと見させてもらってるんですけども、出資法っていうのはですね、4つからできてるんですよね。 でこの資法の規制について、1、2、3、4つからできてですねで、皆さんがよく知ってるのは、この、高金利、高保証料つっ,ってですね、えー、たくさんの金利をね取ってお金を貸していきませんよっていう、まあ、クレジットカードとか、サラ金とかですね、これは過 <laughs> 払い金請求ができるようになったってやつですね。で、これよく知ってますよね、これはだから高金利をつけちゃう。年 年利20%を超えて、えー、お金貸しちゃいけませんよっていうのがよくね、出資法違反でよく取り出されています。その他、まあえー、お金を貸すことについての仲介、うん、手数料は5パ年利5%を超えちゃいけませんというのがあるんだけども、まあ、その他にですね、出、え、資、ー、法っていうそのものですね、出資と預かり金と2つの規制もされています。これ、刑事罰あるんだけどもね、 お金をさ、まあ、僕も会社の経営をね、してるので、お金が足りないときって、しょっちゅうあるんですけども、えー、お金足りないときどうするかというと、3つしかないんですよ。3つしかない。まずは、あのまあ、普通の、ね、株式会社だったら、えー、あの自分の会社の株券株券をですね自分で印刷して、家庭用プリンターのカラリオでね、印刷をして、 で株、自分の会社の株買ってくれませんかっていうですね。出資ですね。はい。で、株買ってくださいと。で、そしてお金集めて、ねえー、毎月のね、返済に充てるという出資と、お金貸してくださいと。返すんで貸してくださいと。金利つけて返すんで貸してくださいとね。この二つと、あと三つ目はね、もう寄付してくれと。お金くれませんかと。 <laughs> くれませんかと3つしかないんだけど、寄付金っていうのはですね、普通の株式会社は、寄付金はですね、えー、税金かかっちゃうんですよね。はい、で普通あの寄付金っていうのはだいその寄付したらね、領収書を,もを持ってれば、えーと、年末調整とかね。 えー、確定申告の時に、えー、非課税枠っていうか、まあ控除、控除されるんだけどね、寄付した人はね。でも、普通の、まあ、市民とかね、えー、株式会社に寄付しても、それは、あの、税金控除されないんですよね。なので、普通は寄付なんかしないでですね、出資の受け入れか、えー、お金貸すか、どっちかなんですね。 それで、あの、出資っていうのはですね、あの、株を買うと。それで、その会社が失敗したら、もう終わりだっていうことでね。あの、投資は、まあ、出資ってのは投資ね。出資金に、え、お金を投げるってことで、投資は自己責任って言うでしょう。だから、株券を投資してくれってってお金払ったら、まあ、返さなくていいんですよ。投資ってのはね、お金を、投資、投資してくれってってお金を、 他人がもらったときは返さなくていい。預かり金というのは、これは、あの、お金を貸し,てくだ貸してくれって言った場合には、貸してくださいって言って、お金を他人から借りた場合には、返さなくちゃいけないんですね。で、このどっちかなんですけども、今回は、立花さんは年利10%をつけて、返しますから貸してくださいと。ね、一口100万円で、一人5口まで500万円を貸してくださいと。最終的には4億円を、 借りるこことととにしましまたよということなので今回 2, で2番だよね。これについてちょっと見てみましょう。で、実は、あの、まあ、数年前にね、立花さんお金なくなっちゃって、えー、っと、立花隆一人放送局の株券をですね、えー、販売した時があるんでね、えー、自分で印刷,して印刷したかどうか分かんないですけどね。 で、その時はこの出資の受け入れ、1番の方なんだよね。で、これも問題になってて、えー、こっち、こっちは明らかに、えー、法律違反だね。これね、出資法違反でしたね。で、今回は預かり金の方なんで、ここ2番ね。で、これは、えー、法律違反に問われるかどうかなんですけども、えー、どうなるかってことですね。それで、えと、ー、 一番上ですね、この兵庫県弁護士会の出資法解説をちょっと見させてもらいますね。これよくできてまして、解説もよく載ってます。そして、出資金の受け入れじゃなくてですね、今回は預かり金ですね。預かり金っていうのはお金を貸してもらうということですね。 えー、2番預かり金の禁止です、はい、で預かり金の禁止第2条なりわいとして預かり金をするにつき他の法律に特別の規定のあるものを除くほか何人も何人もなりわいとして預かり金をしてはならない全項の預かりこれやろうかえー、っとちょっと待ってね あ、これダメですね。これか。ちょっとダメか。もういいや、やめとくわ。全校の預かり金とは、不特定かつ多数の者のからの金銭の受け入れであって、次に掲げるものを言うと、1、預金、貯金または定期積立金の受け入れ、社債、2、社債、借入金、その他いかなる名義を持ってするか問わず、 前後に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの、まあ、お金ですよね。お金、まあ、借入金って書いてあるしね。はい、ということで、えー、罰則としてはですね、立花隆さん、もしこの預かり金の禁止に該当する場合であれば3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはこれの両方と書いてあるし、 えーまあ、法人の場合ですね、法人の場合は、まあ、あの N 国党で今回借りるというので N 国党自身は、えーまあ、3000万円以下の罰金または1億円以下の罰金ですよね。で、まあ、多分両方、まあ、もしねあのこれ刑事罰で問われるとしたらこの個人と法人両方問われると思います。はい。それでですね、これ、 ここが問題なんですよね。出資法第2条の構成要件ですね。この出資法違反、第2条の出資法違反の構成要件、この法律のね、構成要件はどうなってるのかということでございますよね。それこ,こがちょっと問題になってきますよということですね。 でこあ後遺者、処置法第2条第1項は、なりわいとして預かり金をするものにつき、他の法律に特別の規定のあるものづく、他何人もなりわいとして預かり金をしてはならないと規定しています。すなわち、他の法律によって預かり金をすることを認められているもの以外は何人も預かり金をしてはいけないと規定しているんだけれども、えー、ここ、 ってみるとですね、まあ、銀行ですよね銀行とか金融機関、まあ、金融機関以外は、まあ,あの、の預金を預かっちゃいけないって書いてあるんでね。で、ただし、い、e、いなんですよ、いなりわいとしての意義。反復継続の意思を持って預かり金をすることを言いますと。で、必ずしも A の目的があることは、本罪の要件ではありませんということなんで。 なりわいとしてですね、えー、なりわいとして反復継続の意思を持って今回預かり金を、ま、<laughs> お金を借りますって、何回でも何回もね、えー、した、したかというとですね、してないんだよね、今回ね。えね、極東の立花隆さんは、反復継続して、えー、毎月毎月借りますからよろしくとか、毎年借りますとか、言ってないでしょ 言ってないですよね。今回、一回限りの可能性高いよね。だから、この、<laughs> あはね、構成要件入ってんだけど、えー、あ、こういう、あ、あっていうかさ、この、なりわいとしてっていうところで、えー、この犯罪のね、手指法第2条の違反のですね、構成要件に入ってないんですよ。なりわいとしてないから、ただ単に、えー、政治活動をするためにですね、 預かりあのお金を貸してくれって言っただけなんですよ。これ、お金を集めて、それを運用する。だから、何回も何回もね、えっ、ー、と、レンズ販売法みたくね、まあ、いわゆるネズミ法みたくですね、えー、しょっちゅう四六時中ですね、お金を集めることはしないよね。そういう意思がないですよね。だから、この、処置法第二条の、構成要件にあ当たらないんだよね。なので、今回の、 立花孝志さんのですね、立花孝志さんの、えー、4億円を借りる、借りるということにつきましては、えー、大丈夫です。はい、あとはね、えっ、ー、と、まあ、金利10%で返すってことなんだけども、えー、っと、<laughs> これも大丈夫だね。 はいこれも大丈夫です10%ぐらいだったら全然ほあの首法違反にはなりません。でまあ、詐欺罪との関係なんだけれども、不特定多数のものから詐欺的手段によって、なりわいとして預かり金を受け入れると、それは刑法上の詐欺罪に該当すると、同時に首を第2条にも該当しますということなんだけれども、まあ、詐欺罪 詐欺的手段でお金集めてるわけじゃないからね。詐欺的な意思はないですからね、今回はね。純粋無垢として、木、えー、に10%その、2年目から5%をつけて返せる見込みがあると信じてるからね、気持ちはね。だから詐欺行為ではないですね。なので、出、え、資、ー、法違反の今回のね、4億円集めたことについて、YouTube で4億円集めたことにつきましては、出資法違反ではないということが、 わかりましたので大丈夫です。ただね、ちょっと心配なのはですね、えっ、ー、と、数年前にですね、立花隆一人放送局での株券を販売してですね、集めた出資金ですね、こっち。この第1条の出資金の受け入れの制限がありまして、こっちはね、出資金の受け入れの制限第1条。何人も不特定かつ多数のものに対し、 えー、後日払い戻しとして出資金の全額、もしくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示しまたは暗示暗黙のうちに示して出資金の受け入れをしてはならないとで。これが問題なんですよね。で何人もすべ、うん、ての国民ね、赤ちゃんからお年寄りね、不定多数かつ多数の者のに対してですよね。 だから、不特定じゃなくて、特定のもの、多数か、不特定の人だけど、少数のものに対してだったらいいんだけど、前回、まあ、最終的には5000万円集めましたよね。立花高所、一人補足局の出資者ね。それで、まあ、5000万集まって、返してくれっていう人がいて、2000万は返すって言ってましたよね。で、これは、あの、出資としてですね、 えー、お金集めたんだけど、出資金としてね、集めたんだけど、途中から預かり金になっちゃったよね。で、なぜかというと、こ全、あの、嫌だと思ったら途中で全額返しますって言っちゃったんだよね。で、それは、あの、まあ、全額返しちゃいけないことになってるんですよ。えー、出資金の全額、もしくはこれを超える金額に相当する金銭を支払う、まあ、あの、返すよと支払うべき旨を明示し、または、 暗黙のうちに明示して出資金の受入れをしてはならないって書いてあるんでね。それで、あ、やばいと思って、これは、えー、出資、まあ、資本に導入しないでですね、自分のね、立花隆一一人放送局の、えー、出資者としてですね、うん、株主名簿に載せないで、えー、これは第2条の方に載 だな,なんとなく第2条、やばいと思ったので、法律違反ですからね、第2条のですね、預かり金の方にしたんですよね。あで、なりわいとして預かり金を,をす、うん、してはいないですからね。なりわいじゃないですからね。だから一応法律違反じゃないっいうことにしたんですね。で、今頃になって、えー、ちょっとやっぱり出資したんだから、資本に入れてくれと。資本金に入れてくれと。 いうことで、えー、今ね、あのー、株主名簿を作ってるということですよね。まあ、だから、うん、まあ、基本的には出資法第1条違反ですよね。立場の高い一人放送局の、えー、法出資金の集め方につきましてはね、受け入れにつきましては、えー、第1条違反ですね。で、これもですね、 えー、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金があります。ほんで、立花隆一人放送局の法人の方には、えー、ほ方にもですね、同じ罪が課せられるということですね。3000万以下の罰金、また1億円以下の罰金ですね。まあ、そんなに集めてないからね、お金ね。<laughs> はい。なので、あっちの方は、えー、水面下でね、<laughs> 株主名簿を作ったりして、 えー、まぁ、あ、趣法違反状態ではあったからね。多分、いろいろやってると思います。はい。ただ、今回の4億円を YouTube で集めた件につきましては、大丈夫ですね。これ、まあ、ちょっとね、見るとですね、収支法違反の可能性ありますよね。えー、ありましたよね、ちょっとね。不特定かつ多数のものからの金銭の受け入れであって、 次に掲げるものを言うですからね。不特定の人でしたよね。しかも多数の人でしたよね。だから特定の人で多数だったらいいし、不特定の人でも少数のものからの金銭の受け入れだったらいいんだけど、不特定かつ多数の人でしたよね。なので、まあちょっと興奮になったと。ただし、何度も言うようにですね、頭,頭にですね、なりわいとして ってて書いなりわい、ね、としてって何かっていうと、えー、なりわい,い、ね、としての意義は反復継続の意思を持って預かり金をすることを言いますと書いてあるので、まあこれは多分金輪財ね、4億円もあれば、えー、向こう5年ぐらいはお金は足りると思うので、反復継続の意思はないと思いますから、えー、今回の立花隆さんのですね、 えー、N 国党のですね、4億円を集めた件につきましては、出資法違反第2条には該当しないということが鮮明にわかれ、わかります。はい、それではね、今回はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。